6レース1乗戦1、1着になりました群馬の佐々木選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。本日、7番手からになりましたけども、並びなど含めて作戦はどういう作戦だったでしょうか。そうですね、作戦は町田君の後ろからだったんで、作戦通りは作戦通りですね。はい。で、町田選手を蓋して、はい、でホームから、あれは追い上げる形にはなったんですかね、はい、ホームからはそうですね、町田君は絶対先行体制にさせたくなかったんで、それはそうですね、一回切ったのはちょっと内から行かれちゃうかなと思ったので行きました。で、二角のところでは内追い方はその町田選手に先行させないようにしてからかます形っていう。そうですね、はい。実際、かまして、はい、見て、押し切りましたけども、はい、ご自身の足の状態っていうのはどうでしょうか。そうですね、もうホームで3車できて、全開でかければ後ろの人たちに何とかしてもらえると思ったんで、それで全開でかけて残ったんで、すごいいいと思いますね。先生、後ろが山田選手だったっていうのは気づいて。いや、もう全く分かんないで、頑張ってました。はい、もうしっかりとかけることに集中してたっていう感じ。そうですね、もう後ろの人たちにお願いしてって感じ。はい。実際、押し切ってご自身の状態、この夏の暑さも含めてですけども、どうでしょう。そうですね、ちょっとずつ G1 の感じも慣れてきたんで、力の出し方とかも分かってきました。はい、そういうのが良くなってると思います。明日1日、お休みになると思いますけども、はい、なんか自転車を変えたり触ったり、もしくはケア中心にっていうのはありますでしょうか。そうですね、もうケア中心にセッティングとかは良くなってるんで、はい、わかりました。ではこの後に向けて意気込みをよろしくお願いします。はい、今日1着だったんですけど、これが最後にならないように1着目指して頑張ります。